はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。マイライフやっていきましょう。二神さん、あんまり成長してないです。というより昨日から変わってないかもしれないですね。はい、成長なしです。オールスターから取っていきたいと思います。でね、ちょっとね、もう試合はスキップでちょっと飛ばしながらやってました。でだいぶね打率も下がってきたんですけど、謎にホームラン1本ぶちかましましたよ。おしるこちゃんは難易度は変わらずです。動画撮るときは普通に試合やっていきます。試合プレイ3投しよう。目指すは3投、3投しよう。3投目標にやっていきます。今これ撮ってんのが、4月の2日の、午前10時20分頃なんですけども、今日のねお昼に広島巨人戦があって、夜に、日ハムソフトバンク戦があって、でまあ午前中しかね撮る時間がないんで午前中に撮ってるんですけども、広島巨人戦を見るにあたってね、あまりにも俺の中に情報がなさすぎたから、ツイッターでね、まあ今日の試合でこう注目する選手とかいますかとツイッターで聞いたら、ギャレット選手が、黒田キラーらしいですね。向こうで相当打ちまくったんだって。全然知らなかったんだけどもさ、ちょっとそこはね注目してみたいなと。まあこの動画がアップされる頃にはもう試合終わってると思うんだけどさ。あと巨人の田口和人選手が広島出身らしいね。それも全然知らなかったんだけど、いやまあ楽しみ。あと菊丸コンビが好調らしいですね今年は。記録はヒットです。さあノーアウトで先制のランナー。今日見るからね菊池選手、俺試合見るから。いやどうしようかな。二塁来てんだよな。第2球投げました。これはボール。牽制 してくるよ。なし。一塁牽制タッチセーフ。もう一度一塁。いや二塁来てな。できれば早いカウントで。第3球を投げました。まっすぐに空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げました。三振。随分振るね菊池選手ね。第9ストレートはボール。いくわ。ここはよく選びました。第2球遅い、やばい。走った。キャッチャー二塁へ送球。よかったよかったよかった。ランナー。いやでさ、どうするかだな、どうするかだな。こっからだな。一つも無駄にしたくないから。でね、一応考えたのが、俺なりに配球を読んで遅い球が来そうな時に走る。結構ギャンブルスタート的な感じになっちゃうと思うんだけども。投球は3球目。投げた。空振り。少し迷ったか。ちょっと球種見ていい？何狙い目だ。今のドロップカーブとあとチェンジアップぐらいか？狙い目といえば。だな。次が4球目。投げた。次。いやー、まあ、難しい。どうすりゃいい、どうすりゃいい。危ない。二塁牽制、タッチはセーフ。二塁はセーフ。もう一度二塁牽制球です。二塁タッチはセーフ。第5球、二塁ランナースタート。ボールを。はい。かっくそ惜しい。もうちょっとな、勇気出して勢いやったな。読みとしては良かったんじゃないか。いや、ツーベース打ちてえな。あ、グリエルいるや。第9投げた。直球見送ってストライク。ツーベース打つ方がこう楽だな。そういえばあのプロスペースの CM、 やっぱその地域によって違うみたいね、 CM の球団が。まあそりゃそうだろうって感じもするけど、スライダーボール。まあね、なんつうかこう、第2球投げました。見送ってボール。なんでもない。なんでもない、なんでもない。第3球を投げました。流し打ち、ファール。第4球を投げました。打ちました。いやー、常に前にランナーがいるな。お、ヒットを放ちました。ボール。よし。第9投げました。初球打ち引っ張った、破ってった。走ろう。お、ヒットを放ちました。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第9投げた。初球空振り。ファーストランナーをちらっと見てタッチセーフ。次1回。
第2球外された。ランナースタート、二塁送球はどうだ、盗塁成功、ランナーが一つ先ほど第3球を投げた。でもさ、あの下のやつなんだい、スプリットかな。なんかな、ストレートでグイグイ押していくイメージしかねえからな、ちょっと やりにくいな。セカンド牽制球です。2塁タッチセーフ、ツーアウトか。いや待って考えさせて、ちょっと待って。よし行くぞ、次行くぞ。これは外れます。平行カウント、キャッチャー三塁へ送球、判定は惜しいな。刺されました。オールセントラル悔しい敗戦です。なんか惜しかった気もするな。あと巨人立岡選手がね、調子いいみたいだね。はい、あーそっかオールスターだからか。電話どうする、強振に行こうか。もしかしたらホームラン出るかもしんないし、長打になる可能性もあるからさ、二塁には行きやすいじゃない。強振に行った方が得そうだよね。前々回のコメントから読んでいきます。マノッチさんに反抗期ってありましたか、またあったのなら何歳ぐらいにどんなことをしましたか。反抗期はありましたよ。まあその普通に長いことこじらせたけど長いこと反抗期はこじらせたけど、あったね。何歳ぐらいにどんなことか、ちょっと待ってよ。第9投げた、チェンジアップはボール第2球投げた、チェンジアップ空振り、タイミング取れない。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、センターへの打球、抜けないか、センターバックしていった、掴みました。19の時かな、ちょっと札幌入れなくなって逃亡したことありますけど、投げましたそんぐらいかな。ただまあ投げました、反抗期は良くないな。なんか牢獄みたいな病院にも詰め込められたし。投げました、低めチェンジアップ外れてボール、カウンター2ボール1ストライクです。投げました、打ちました、いやー強振むずいな。打っていったがこれは切れてファール。さあ5球目、打ったに当たりだ、打球はレフトへ、スベスベス、打ったバッターは一塁蹴って二塁へチェンジアップカーブあたりが狙い目か。いいバッティングを見せました。バッターは2番、第9投げました、初球を打ちました、セカンド真正面一塁送球、止まってもよかったか。ワンアウトランナー3塁、まあいいや。第9初球はストライク、まずはその変化球をさっきの3投の時に投げてほしかったね。第2球投げた、高めボール球、ダメだ、フラフラっと上がった打球、強振、久々やったけど難しいな。これで3アウト、第9投げた、初球決まってストライク、ともみくんか、まずは見送りました、初球ストライクから投げた、ストレートはボール。今日朝ごはんにさ、朝マック食べたの、あ、ちょっと待って、ミート打ちだ、ちょっと難しいや。どっちにしてもだ。いやー、朝マックのあのハッシュポテト美味しいよね。引き分けか、走りたい、あと1試合かい、オールスターは。何もう藤波くんはあれだな、おしるこちゃんに憧れてんだな、うん、頑張りたまえ藤波くん。そうかい、練習してくれないのかい。ほんと二神お前ね、練習しなかったら魅力何もないからね。ウポツです。
どうも、今年の阪神は一味違った感じがしますが、新外国人ヘイグ、マテオ、エトセトラはどう思いますか。実際ね、見てないのさ、あのハイライトとかの映像見ててもね、なかなか映んなくない。ちょっと見てみないことには何も言えないけども、いいいいらしいね。ヘイグはどうなの。1回の裏、なんとも言えない、見てないからわからないって感じかな。阪神やっぱ今高山くんの話がね多いから。第2球投げました。ボール、カウントワンボールワンストライク。ツーベース、ツーベース。投げました、流し打ち、どうだ、松田取った、アウト、これでワンアウト。いやー、打てないね、打てないね。とりあえずたくさん塁出てさ、たくさん三盗のチャンスを作りたかったんだけど。おっしゃ、おら、ライト行った、ヒットになります。いやー、シングルだと走んなきゃいけないのよ。第1球投げました。どうだい菊池さん、送りバントってのはどうだい。ワンアウトだけど。第2球投げました。2球目空振り。第3球を投げた。オールスターだからかな、ウエスト少ないと思わない。一塁へ一つ牽制球を送りました。一塁タッチセーフ。第4球を一塁ランナーで打ちました。よし、止まる止まるぞ。ヒットエンドラン成功。第9球低めボール、ここはよく選びました。第2球ランナースタートを切った。どうでしょう、セーフでいいべや遅いんだよな、進むことはできませんでした。もっと早くだよ、もっと早く。第9球初球から打ってった。ヒット、もうチャンスないかな。ボールは中継、お、ヒットを放ちました。本当もギャンブルスタートレベルでビュッて走っていいと思うんだよな。第9球投げた。宮城さん、ちょっとツーベース打ちたいんですけど。1球目ストライクから投げた、これは見送ってボール。カウントはワンボールワンストライクです。投球はこれから3球目。ああやっちまった、やってしまった。いやー、いいとこないもん。ちょっともうこの後レギュラーシーズン普通にスタンドするぞ。いや、やめようかなどうしようかな。野球なんかさ、いけそうな気してくるんだよな。なんだろうな、今俺すげえバカみたいにポジティブだけどバカみたいにポジティブだけどさ、いや行ってみて、いや成功させたかったな。まあ成功云々っていうのもあれだけど、もうちょっとこうチャレンジしたかったね。チャレンジ機会がちょっと少なかった気がするな。せっかくオールスターだし、もうちょい遊びたかった。いや全然練習コマンドが出てこない。練習コマンドじゃないや、二神コマンド。二神さん、おう、分かってる。よし、もうちょい取っていきましょうか。いやー今日ねちょっと楽しみなの、広島巨人戦めったに見れないだ、やっぱり。まあそのなんだ、いろいろ契約してる人だったらね、その見れるかもしれないけど、俺は本当地上波しか見れない人だからさ、めったに見れないのよセリーグの試合って。すげえ楽しみ出す。質問です。ワールドトリガー読んだことありますか。読んだことないですね。名前は聞いたことあるけど。パワープロ2016の PV の、ソフトバンク松田の厚をやばかったです。あれだよね、顔真っ赤になるやつでしょ。あれね、見たときね、熱おーって叫びたくなるなと思った。あれはいいな、いいよね。あれ本当にいいと思った。他にも、ああいうなんかあるのかな、パフォーマンス。レアードの寿司とかあるのかな。なんかオリジナル選手でもああいうの、あればいいね。ただ全然ダメだ。やっぱ強振って難しいんだね。打てない。取りました。これでワンアウト。とりあえずミート打ちでいくか。第9投げました。いきなりファールだ。そう、今意表をついたね。
セーフティーバントかましたね。ランドワンボールワンストライク。第3球を投げました。アウトコース低め空振り。追い込んで第4球を流し打ち。いやー投球テンポ早い、やりづらい。次が5球目。もうカウントは2ボール2ストライク。第6球を投げました。打った。三遊間のゴロ。一塁へ送る。あーっと送球。よーし。記録はショートでエラー。ちょっと待ってね。見せてね。無理だよねやっぱり。キャッチャー誰？あ、やめとくか。やめとくか。クイックへと強肩は無理だろう。おとなしくしてよっか。まずは一塁牽制。タッチはセーフ。だからこそね、だからこそ何かやりたいという気持ちもあるんだけども、初球外れても1球外してきました。ウエストでカウント悪くさせてやろうぜ。第2球投げました。ここからだな。ここからだ。外していきます。第3球を投げた。打った。これは強烈。入れば先制だ。すまねえ、俺後ろ下がってたわ。帰れねえよ。これはヒットになります。やめとくか。坂本ヒットを放ちた。ナイバッチ。第9ボール。そういえば送りバントが、年間ミッションで20のところ今16ぐらいまで増えてます。第3球は結構ちょこちょこやってるよ。でね、俺ね、第4球を投げた。送りバントが下手だということを知ったの。ちょっとやってみようか。見ました。カウントは3ボール1ストライク。バントしました。ピッチャーの右へ。ごめん、ちょっと上手だったけどちょっと上手だったけど、セーフティーバントの方がなんかちょっと簡単じゃないかなと思うな。第9ストレートはボール。送りバントがね結構難しかったのやってて。第2球投げた。打ちました。破った。いやー走ってみてーけどなー。初安打。バッターは坂本。第9ボール。まずは様子を見ます。第2球投げた。ストレートはボール。これも外します。つい牽制くるぞ。投球はこれから3球目。オーケー。ナイバッチ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 。まあ坂本さん気づいてるか分かんないけど、今俺のおかげだからね。俺がね横からねすっごい今悪口言ってたから。お前の母ちゃんデベソン。第9ボール。1球外してきました。肩越しにランナー見た。ボール。アウトコース低め。カウントは2ボール。第3球ははい打ちました。これは犠牲フライになるか。掴んだ。強振って難しいな。強振って難しいな本当に。まともに当たる気がしねえよ。ごめん、今すっげえ鼻出る。なんかあれみたいね、エイプリルフールで柳田の登録ネームがギータ4040に変更されるっていうエイプリルフールの嘘があったみたいだね。これあれだよね、なんかそのなんかあれなんでしょ、ホークスって毎年やってるのかな、こういうことを。ホークスは毎年エイプリルフールネタをしてるのでっていうコメントもあったんだけどさ、ホークスもその球団としても辛いとこあるよね。毎年やってるからもう今更やめるわけにもいかないじゃない、こんなクソ寒いこと。超寒いじゃん、エイプリルフールで企業が嘘をつくって。それをね毎年やらなきゃいけないっていうのもまた辛いなとは思うね。来週 PS4 で燃えろプロ野球2016が配信されますけど買いますか。燃えろプロ野球ってファミコンのやつ。あ、俺見たな、なんか見たな。グラフィックほぼそのままのやつだよね確かね。買う予定はないです。ないです。マノチさん、キングダムハーツシリーズやったことありますか。やったことあればどのシリーズが一番好きか教えてください。僕は2が一番好きです。1と2しかやってないはずなんだよね。そもそも1と2っていう名称だったかどうかも覚えてないんだけど、1作目2作目はやりました。投げました。ボール。アウトコース高め。ここはよく選びました。2作目の方が好きだったかな。投げました。絶対痛烈な当たり。お、やったらショート後ろに反らした。俺ねグミシップが好きだったの。
グミシップ超面白かった。ノーアウトで先制のランナー、第9投げました。いくなら右バッターの時に来てよな。第2球投げました。ボール1球外します。第3球ストライク、バッター追い込まれました。次が4球目、低め空振り三振。いやいけねえな、いけないな。45キロストレート。第9球、あーっとキャッチャー取れない。鶴岡今拾った。あー危ない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 危なかった危なかった。第2球投げた。スプリット次が直球だと思うんだ。バッターよく見ました。違う、全然ストレート投げねえじゃん。超やりづれえぞ。危ない。タッチはセーフ、二塁はセーフ。投げた。ここは歩かされます。バッターはここだな、行くならここだな。3投第9投げた、打ちました。初球打ちレフトへの打球掴みました。ボールは中継。これで2アウト、ランナーは1塁2塁か。第9投げた、高め際どい、行くぞ行くぞ。これはわずかに高いか。あ、ごめんなさい。あ、二塁送球、キャッチアウト。3アウトチェンジ。ジャイアンツ。むずいぞ、三投は。今みたいな場面を恐れてじゃもう無理だよね。初球外れても、あそこでうまくはめて。第2球投げました。すごいタイミングで走るしかないな。カウントは2ボールノーストライク。投球は3球目、投げました。内角低め、外れてもカウントは3ボールノーストライク。投げました。オーケー。フォアボール。押し出し。ジャイアンツこの回1番からの高打順になります。バッター伊達天お、今日はショートのエラーとフォアボール。第2球これは当たってくれません。ストライク、もったいない。第3球を投げました。当たらない。ストライク。バッター追い込まれました。打ちました。さあ5球目、ボール低め、カウント2ボール2ストライクです。打った、落ちろ。レフトへ、よし、ヒット。お、ヒットを放ちました。今日初めてのヒットになる。バッター2球目で走るよ。まずは1塁牽制、1塁タッチセーフ。第9投げました。まっすぐ見送ってストライク。肩越しにランナー見た。1塁ランナー走った。キャッチャー2塁送球、間に合うか。タッチ、いやそうかい、ちょっと遅かったかい。第9投げた、ストレートはボール。第2球見送ってボール、カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げた、膝元外れてボール、カウントは3ボールノーストライク。投球これから4球。あーボール球、打ちました。筒子バックしていった、ファール。さあ5球は5球目、空振り。ナイスボール。ファーストランナーをちらっと見てランナースタートを切った。決めるフォアボール。よくジャイアンツリードで迎える7、第9投げた、初球引っ張った、オッケー。ライトの右、クリーンヒット、ボールが転がる。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ。点差何本結構あったよね、8点差ぐらいあったよね。ーー右バッターやりやすいでしょう。第9ボール、まずはアウトコース高め、ここはよく選びました。ランナー走った、振ってバット振って、これです。いやあ、オッケー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 。ちょ、ツーベース打つぞ、ツーベース、ツーベースな、ツーベース。第9投げた、ボールわずかながら外れています。第2球投げました、打った、流し打ち、スタート頭上を超えた。トム投げろ。その間に打ったランナーは二塁へ。ごめん、ちょっと今区別つかなかった、ホームかどうか。第9投げました、初球フォークボール空振り。さあ次の投球、ランナースタート、ボールを二塁へ送った、タッチは、うそ、そう、ボール失敗、チャンス。そうですか、ジャイアンツ大差で勝利。いや3投試合な、今の試合良かったんだけどね。点差もあったしさ、さほど迷惑かけず3投できるから良かったんだけど。二神さん練習しよう。とうとうおしるこちゃん3投して遊び始めたから、もう暇してるから今おしるこちゃん。
暇しちゃってるもの。二神さん練習してくんないから。電話なんとかさ、なんとか練習しよう。おお、まさかできると思わなかった。やりました、やりましたよ。しつこく電話かけてよかった。おう、あと2試合ぐらいで終わろうかな。まのちさん、学校の宿題を提出できなかったときに言い訳を言うとしたら何て言いますか。いや、宿題提出しなかったことはないからな。多分忘れましたぐらいじゃないかな。あのね、てかあのその宿題に関してのね、まあ、小話というかね、まあ、だいぶ前にね話したような記憶もあるんだけども、すっげえだいぶ前なの。で、あまりにも俺の中も話したかどうかも曖昧な記憶だからさ、もう一回話したんだけど、あの家庭科の授業でね、ハーフパンツを作るっていう授業があったのさ。で、布の生地の色を選べたんだけども、迷彩柄とか黒とかそういう色がね人気だったので、まあそんな色を選んでも面白くもなんともないじゃない、みんな一緒の色なんだから。目立ってなんぼだろうってことで俺真っ赤な生地を選んだんだ。でね、いざ家庭科の授業になったらミシンを使うことになるんだけど、同じ糸を使う人で班を組まれるのね。だから赤いハーフパンツだと赤いハーフパンツを選んだ人で班を組むことになるのさ。でね、もうクラスでもね、まあ見事な不器用な男4人、俺含め4人がね、その中学校の話だよ、4人が赤いハーフパンツを選んでて、狙ったわけじゃなくね、相談も何もなしにだよ。ここは送りバント、ピッチャーの右へ転がした、一塁へ送る。まあその不器用な男4人が集まったわけだ。当たり前だけど誰もミシンなんて使えないんだ。初球を打ちました、センターへの打球、スライディングキャッチ、ファインプレー。これでね、まあそのミシンを使えず授業はどん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 進んでいくわけだ。みんながどん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 とね、そのハーフパンツのね形を作っていく中、俺らはミシンを一切動かせずできないからね、全然進行しないんだよ。うちらが圧倒的に遅いんだよ。気づけばハーフパンツ作成の授業が終わってしまう始末だ。でね、家庭科の先生はね、家で作って持ってきなさいとね、謎めいたことを言い出してね、ほざいたんだよ。意味わかんないだろ、間に合わなかったら間に合わなかったでそれを成績にしなさいと。なぜ家に持ち帰ってまでそれを作んなきゃいけないんだって話だろ。今日ね、まあ、ちゃんと、まあ、作んなきゃいけないなということで、で俺のばあちゃんがそういう裁縫のお仕事をしてた人だったの、いわゆるプロさん、そう裁縫をやってお金稼いでた人ね。で俺もばあちゃんに頼んだんだ、そう学校でねハーフパンツの授業があって、で作れなかったからばあちゃん作ってくれよと、生地はあると。投げました、でばあちゃん優しいからさ、いいよって言ってくれた。でもすぐ、本当にもうすぐ半日ぐらいでね、もう作ってきてくれたので、ね、そのハーフパンツっていうのはね、すごいシンプルなのよ。これは当たってくれません、何も機能はついてないんだ。第2球、もうただビュッて履いて終わりのハーフパンツさ。でね、ばあちゃんが作ってきたハーフパンツはね、びっくりしたね。説明書にはないポケットがついてたんだ、すごい機能がついてたんだ、ポケットがついてんだぞ。説明書にはないのに、で俺はそれを学校に持ってかなきゃいけないわけだろ、絶対バレるわけじゃん。けどね、俺はちゃんと持ってったの、赤いハーフパンツを学校にばあちゃんに作ってもらったやつを。で先生に見せたらね、もうね、すぐバレた、1秒でバレたね。これあんた作ってないでしょって言われて、第4球を俺がバシッと言ってやったの、持ってこないよリーダーローって言ってやったよ。いやー、今日ね、その赤いハーフパンツはね、もうしばらく入ってたね、俺5年ぐらい入ってたよ。だって学校で作ったね、素人が作ったね、ちゃちゃなもんとは違うから、プロが作ったやつだから、すごい立派なやつだから。まあやっぱさすがに生地はねちょっとしょぼいけども、さすがプロです、決まったストライク、素晴らしい。バッター追い込まれました、投球はこれから3球目、ストレート。ちなみにそのばあちゃんはね、裁縫のプロだったんだけどね、ばあちゃんの作るコロッケはうまかったね、本当に好きだった、ばあちゃんの作るコロッケ。第2球投げました、なまらパチンコ依存症だったけどね。
パチンコ依存症すぎてね、気づきは検証になってたからね。さあ4球目ボール、これはいいばあちゃんだった。今度は3ボール1ストライク。次は5球目、ここは浮かされます。さあいよいよ試合の流れが変わりそうな第1球、1球目ストレート空振り、タイミング合いません。さあ次の投球、そのハーフパンツはもうねすごかったな。第3球をストライク、バッター追い込まれました。本当にもうね素晴らしい、ポケットついてんだよ。外れた、すごくない。カウント2ボール、その気の利きよう。第5球低め空振り三振、ランナー第1球投げました。多分プロとしてのプライドが許さなかったんだろうね。ポケットもついてないハーフパンツなんてダメだと。打ちました、抜けた、あーすげえ前進してんな。ちょうどヒットを放ちました。初同点で迎える、まずは一塁牽制、タッチセーフ。第1球ランナースタートを切った、キャッチャー二塁へ送球、これは楽なくセーフ、盗塁成功。あとはヒット打てばいいってことだね。今シーズン5個目の盗塁を決めています。第3球を投げました、打ちました、三遊間の当たり、ショート走れ守備しない、よっしゃ一塁はセーフ、よっしゃ記録はヒット、これです。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。第1球投げました、さすがにちょっと走る勇気がないですよ。一塁へ一つ牽制球を送りました、タッチはセーフ。第2球投げた、見送って、頑張れ、カウントは2ボール、坂本さん頑張って、タッチセーフ。小林ランナーの動きを警戒しています。投げた、縦のカーブ、ここはよく選びました。カウントは3ボール、一塁タッチセーフ。第4球を投げた、決まった、なんでフォアボール。あと1試合やって終わりましょう、やらない善よりやる偽善って鋼の錬金術師にあった気が。鋼の錬金術師知ってますか？知ってはいるよ、見たことはないけども面白いらしいけどね。はい、あそうですか、もうねそんなミッションがあったことも知らなかった。なんでしょう、はい、4安打、はい、ラスト1試合取っていきます。ちょっと待ってよ、電話しよう、電話しようじゃない、練習しよう。俺この動画中1回ぐらいしか練習してないんじゃない、二上さんと。まのちさんの好きなチームを作ったらどうなるかみたいです。2016でもいいのでお願いします。能力度外して。やってみたいっちゃやってみたいね。今までやるとしてもさ、対侍ジャパンってなれば侍ジャパンメンバーは自然に外れてたじゃない。そういう意味では好きな選手で集めてっていうのは、なんやかんやの縛りが入ってたからね、今までね。そういうのなしでってことでしょ？ちょっとやってみたい、ね。東京ドームです。読売ジャイアンツだ。1回の裏、第1球投げた、ボール、まずは内角投げた、ボール、カウンター2ボールノーストライク。藤浪くんじゃないか、第3球を俺に憧れてる。カウンター3ボールノーストライク。第4球はこれは外れてフォアボール、ストレートの。第1球ボール、走ってやろうか、投げました、ボール、2球目も外していきます。投球は3球目、投げました、ストレートはボール、内角へ、カウント3ボールノーストライクです。投げました、2塁送球はどうだ、ランナーが2塁に進んでいます。第5球投げました、ここは歩かされます。第1球投げた、外れた、これライナーバック気をつけないとだよ、集中だよ。第2球投げた、ストライク。第3球を投げた、ツーシームはボール、カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた、カットボールはボール。でもなんかいける気がしねえな、3投つってもな、まっすぐいける気がしない。見送ってストライク。
第6球は打ちました。上にショートの頭上クリーンヒット、二塁ランナーそのままホームへ向かった。センターからセカンドへ、ジャイアンツまずは1点先制。オリックスの中で期待している選手は誰かいますか。西野くんかな。第9投げました、ボールいいところですが外れています。二塁へ牽制を送ります。ヒット1本で返したいな。投げました、ボール、これは完全なボール球、カウンター2ボールノーストライク。肩越しにランナー見た、投げました、見送ってボール、カウンター3ボールノーストライク。投げました、アウトコース高め、ストライク。1球見送りました。第5球投げました、打ちました、センターへ飛んだ、ヒット、センターバックホーム。初球行くぞ、初球走るぞ、初球走るぞ、決めてかかるからね。広げています。第9球ランナーしたキャッチャー二塁送球間に合うか、イエーシー、セーフ、盗塁成功。この試合いいんじゃない、随分と盗塁。バッターよく見ました。第2球投げた、打ちました、ファール、投げた、セーフティーバントだ、ファールボール。やっちゃったな、ボール球だったな。これから4球目、ボール、はっきりしたボール球、カウントは2ボール2ストライク、投げた、ボール、カウント3ボール2ストライクです。投げた、外れた、フォアボール。藤波、これで2球目ですよ、行くのは。まずは1塁牽制、タッチはセーフ。第9球投げました、アウトコース低め、直球は外れたボール、慎重に攻めてきます。おっ、やべ、ボールを2塁へ送った、タッチアウト、盗塁。ジャイアンツこの回1番からの好打順になります。バッターは伊達天、お、ボール。第2球投げました、ボール、膝元へ、カウントは2ボールノーストライク。打った、ボールはライナーで左中間へ、これはヒットになります。お、ヒット。第9球ストレートはボール。走りてえな、点差的にも2塁に行っておきたいんだな。投げました、ボール、大きく外れました、カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げました、3球目空振り、失敗はできねえよな。次が4球目、投げました、決まった、ストライク。形勢くんなよ、肩越しにランナー見た、お、走った、キャッチャー二塁へ送球、盗塁成功。これで通算100回目の盗塁成功、見事な記録を打ち立てました。どうもどうも。第6球を投げた、打ちました、右中間へ持っていきましたが取りました。おそらくネタバレ的なものにもなっちゃうのかもわかんないけど、今のところサムネイルにしたいな。ランナー三塁に変わります。してるかどうかわかんないけど、ジャイアンツ、いやー2点が遠いのか。第9球投げた、ボール、どうにかならんか。第2球投げた、打ったり当たりだ、クリーンヒット、バッターランナー一塁、原発蹴って二塁へ、ボールはセカンドへ、お、ツーベースヒットを放ちました。3安打猛打賞です。まずは二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ。第9投げた、坂本さん頑張って。第2球投げた、打った、切れていきます、ファール。第3球ボール、カウント1ボール、とりあえずヒット。投げました、打ちました、ショート正面、三塁送球。あー、そう、すみません、ごめんね。ワンアウトランナー一塁に変わります。行っちゃダメだったんだ、行っちゃダメだったんだね。よし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 、第9投げました、ボール、とりあえず同点にしちゃうから。第2球インロー、今の走塁ミスを超疑心するようなね、素晴らしいヒット。外角低め、外れてもカウントは3ボールノーストライク。投げました、打って出ました、ライナー、オッケー。橋本一気にホームへ、しら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 、ボールは中継、ジャイアンツついに追いついた、7対2、戻れ、送球、二塁タッチはよし、危ない危なかった危なかった。よし、帰るぞ帰るぞ帰るぞ。第9投げました、ボール、坂本さん頑張って打って。第2球投げました、打ちました、ボテボテのセカンドゴロ、セカンドこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。いや、まあ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 、よかったんじゃないですか、とりあえず同点。
9回の裏が終わりまして7対7延長に、サヨナラ勝ち、ジャイアンツ見事勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。間野内さんお疲れ様です。お疲れ様です。あ、今日終わります。もう高梨投手、初勝利挙げました。間野内さんは高梨投手の起用は、先発か セットアッパーどちらがいいと思いますか。自分はセットアッパーの方がいいと思ってます。今のところ後ろで投げて安定してますし、高梨投手をセットアッパーにすることで無理して谷本投手をセットアッパーせずいつも通りのポジションで投げられていいと思うからです。どうなんだろうね。俺もねリリーフでいいかなと思うんだけども、増井投手、かっこいい金子誠に挑め。これ巨人でも出るんだ。増井投手がさ、2年目からリリーフに回ったじゃない。その時にガンちゃんが言ってたのが、そもそも増井の投げ方だと先発には向いてないっていうことを言ってたの。順位こんな感じです。はい。でまあそのプロが言うんだから、その投げ方一つでリリーフ向き先発向きってあるのかも分かんないんだけど、高梨選手もリリーフ向きなのかもしれないしね。その判断俺にはできないから分かんないけどさ、投げ方でなんかあるらしいよとガンちゃんが言ってた。あといくつか読んで終わります。鈴木大地選手また打ちましたね。間野内さん今年のロッテは何位になると思いますか。 A クラスだと思ってるんだけども、てか鈴木大地選手のさ、あのホームランバカみたいに飛んだよね。すげえなと思って。本人も言ってるよね、ホームラン打つタイプじゃないからちょっと怖いみたいな、なんか変な感じにならなきゃいいけどね。これが今の感じがうまい方向に行けばいいけど。間野内さんお疲れ様です。お疲れ様です。最近飼っている犬2匹の漏らし率が3割を超えてきました。間野内叱ってあげてください。お願いします。いやまあ3割バッターということでね、ポジティブに捉えましょう。そういうことじゃないかい。ダメでしょめっていう、こういう方がいいかい。うん、ごめんね、なんか面白いこと言えなかったわ面白いこと言えなかった。今シーズン近藤選手は外野手で出ていますが、そのことについてどう思いますか。まあいいっちゃいい、まあある程度ね守備力に目つぶってでも欲しい打力っていうのは視聴率さんも言ってたんだけども、理想はキャッチャーだけどね。まあいいんじゃないかなとは思います。俺はね相当、俺の中では大野キャッチャーを相当俺は勝ってるから大野でいいなと思ってるんだけども、まあいいんじゃないですか外野手で。よし、じゃあ終わりましょうか。はい、また明日終わります。バイバイ。